こんにちは、チェロ奏者の中原絹江です。今回はリクエストにお答えして、1つ目に体に対する楽器の角度、2つ目に弦に対しての弓の角度が直角というのは弾くときにどんなことに気をつけたらいいかといったお話をしていきたいと思います。ではまず1つ目の体に対しての楽器の角度です。チェロの構え方の動画の中でもお伝えしていますが、体は常にまっすぐですよ。そこにチェロがこういうふうに来ます。体に対してチェロが平行ですとこうなります。こうではなくこう、こうですと合わせを引くときに先まで引けないですね。そしてこうですと行き過ぎていて、これは前線を引くときに右足に当たってしまうわけです。こうではなくこうですね。こうではなくこうで、こうではなくこうということです。この角度は実は左手の重さ、右手の重さが乗るようになりますと安定してくる角度なんですけれども、そこまでが実に難しいですので、最初のうちはこの角度をなんとなく覚えていただいて、この角度で練習していただく方がいいかなと思います。そうしますと、アンセンが弾きやすく、正線も弾きやすいということになりますよ。そして楽器に当たる足の位置が左右異なりますので、詳しくはチェロの構え方の動画をご参照いただきたいと思います。次に弦に対しての弓の角度が直角というのを弾くときにはどんなことに注意したらいいかということなんですが、この角度を保つということに尽きると思います。私も日々この角度を保って弾いています。覚えていただくというのがいいかなというふうに思いますよ。いかがでしたでしょうか。今回はリクエストにお答えして、体に対しての楽器の角度、そして弾くときに気をつける弦に対しての弓の角度といったお話をしてまいりました。それではまた別の動画でお会いできたらと思います。